サンジャイ・ガンディは、インドの政治家で、インディラー・ガンディ元首相、政治家、フィローズ・ガンディの次男、ネル・ガンディファミリーの一員であった、政治家、メーナカー・ガンディの夫であり、政治家、バルン・ガンディの父でもある。サンジャイは、ニーラージーブ・ガンディと共に、 インドにあるウェルハムボーイズ学校で1学年から6学年まで、7学年から12学年までをインドデヘラドゥンのドゥン学校で過ごした。8学年から11学年まではインドデリーにあるセイコルインバ学校に通った。サンジャイは大学には行かなかったが、英国クルーのロールスロイスで働いた。また、サンジャイはパイロットの免許を取得した。1971年、 インディラーガンディー内閣は国民者の生産の計画を打ち出した。中産階級の市民が安く手に入れられる国民者である。サンジャイは独占的生産免許を与えられ、批判もあったが、1971年の第三次インパ戦争の勝利によって批判は書き消されていった。インド最大手のマルチウドヨグはサンジャイ・ガアンディーによって設立された。 1974年、野党の主導による抗議活動によって国全体に混乱が拡大した。1975年6月26日、インディラーガ・アンディ首相に非常事態宣言が出された。選挙の延期、報道の検閲、反対者の逮捕などがなされた。そんな中、サンジャイはインディラーのアドバイザーとしての地位を高めた。サンジャイは、 大臣や議員といった地位にはなかったが、彼は、インディラーとその政府への影響力を強めていった。多くの大臣が抗議のために辞職した一方、サンジャイが後認者を任命したと報じられている。サンジャイは、人口抑制のために、家族計画を主導し、実行した。それは、性官の強制切除であった。また、女性の否認手術も含まれる。 正式には二人以上の子供がいる男性は、性間切除をしなければならなかった。しかし、インドの家族間や文化、伝統により、この計画は、激しい批判にさらされ、打ち切りとなった。インディラー・ガンディ首相は、非常事態宣言を終了し、1977年総選挙を行った。インディラー率いるインド国民会議派は敗北し、ジャナター等が勝利を収めた。 ジャナター党政府は、非常事態時の調査を開始し、虐待、拷問、収賄の容疑で、インディラーとサンジャイを逮捕したが、証拠不十分ですぐに釈放された。ジャナター党は自ら崩壊し始め、新しく総選挙が実施された。1980年、インド国民会議派が勝利し、インディラーは首相に復帰した。 サンジャイもウッタルプラデーシュ州アメーティー選挙区で立候補し国会議員として当選した。1980年6月23日、自ら操縦する航空機の事故によりニューデリーで死亡した。ありがとうございます。